新規ジョブ。封鎖が解除されるのを待つ。サブジョブもぼちぼちやりたいな。他と比べてただでかいだけだろう。いや、他の街とは全く違う。モーガン・ブラックハンド、アンドリュー・ウェイランド、アダム・スマッシャー、レジェンド・オブ・マジだ。何が不意にいかねえか。マトソンが封鎖されるってさっき言っただろう。そうだったね。なあ、あれってくっそ、勘違いじゃねえ。後ろからタグをつけてくれ。嫌な予感でした。おっと、おー、戦闘か。さあ、アベンジャーの連中だ。やれ、ジャッジ頼んだぞ。ブレル、リガーダーマドリー、まっすぐ走ってくれ。こっちはクソエーマーなんだからまっすぐ走って。捕まってろ。おお、あ、ごめんね。さあ悪い。運転手を。手こすらせやがって。運転手を狙え。分かってます。テンガード前の愛車を傷つけちまったな。すまねえ。気にするな。今は無事に帰ることだけ考えよう。なんて街だ。格安チップ提供。おいおい、限界態勢だな。歌舞伎エリア名か。これもハッキングできちゃうんだ。通達があるまでワトソン地区から出ることはできません。どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。はあ、それは一体どういう意味。優しそうなお姉さんなら。あ、この隙にそもそもラム不足で使えない。分かってくれると思ってどうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。あ、彼女。うん、俺を待っててくれてるんですよ。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと振られちまうかも。それは一大事ね。頼むよ。人相は悪いかもしれないが純粋なやつなんだ。どうしてやって、これで最後よ。いいんかい。分かった、行きなさい。ありがとうございます。それでは。あいつハッキングしたかった。彼女が気に入られてた。きっと俺の真摯な態度に惚れたんだろう。そうだな。誠実で一途に恋人を思い。はいはい。謙虚さも忘れないだろ。リトルチャイナ。ああ、ポリス。そういうの、ひょっとして、ね、NCPD のエリート中のエリートこと、マックスタック。そこらの警官じゃ手に負えないような事件が多そうだが、あいつらじゃ相手にするぞ。怖え。終わったみたいだな。運も悪い連中だったな。
ゼータデグサーベイヤー。まあスキップもできるみたいだけど、周りをもっと見てみたい。そろそろお前んちだ。お前はヘイウッドに戻るのは難しそうだな。大丈夫だ、通してもらえるぞ。本当か。うん、また丁寧なジャッキーに出ます。ちゃんと車返せよ。じゃあ B はチャイナタウン地区に住んでんのか。おやすみ。ミスティによろしくな。ああ、じゃあな。これね、車帰ってこないと思う。あ、で、パークポイント1ゲット。何を振っていくのがいいんだろうな。多い、めっちゃ多い。なおさらどれに振ればいいのか迷う。なんか武器の威力が上がるとか別にそういうのでもいいんだけど、とすればこの辺か。うん、ちょっと技術系パークをゲットしてみようか。で、能力値ポイントとはまた別なのか。ああ、なるほどなるほど。細かい取得パークも選べて、そしてまあ、その細かい取得パークを得るための全体パークのポイントもあると。ややこしい。居住区。ナイトシティの皆さん、こんばんは。え、バグ？バグ。どうも。知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってて、情報を送るわ。ティーバグのジョブはネットランニングのスキル開発に必要不可欠。そして2人目は人気番組チップインのホスト、カリナーリーさんです。サイバーウェアの普及をプッシュする業界の大物ですね。お、さて本日のテーマ。あ、いた。わあ、居住区なのに治安が悪そう。誰この人。あ、住民なんだ一応。陳数、中国人っぽい名前。自動車の名前は。お、ランナー天道名や。わかんないです。これは、あ、自販機。プロテクター。家はこれか。あ、家はちゃんとしてる。ちゃんとしてる。おわ、すげえ。保管庫。装備を安心して収納できるシステム。ああ、そういえばさっき拾ったでっけえ武器捨てちゃったな。ああ、開いた。捨てちゃったさっきの武器。まあそもそも持ってこれたのか知らないけど、ちょっと使ってない武器は保管しておいて。なんかこの成金リボルバーみたいの気になるけど、まあしまっといて。威力自体は、あ、待てよ。うん、威力自体はこのピストルの方が強いらしいんだよな。ナイフ持っとこう。服もまあ、今着てるやつの方がいいし。いらないもんは全部入れとくか。もしくはこの辺、売り歩けんのかな？持っとくか。
で、今、サブジョブもいろいろあるみたいなんだけど、ああ、複数ジョブの追跡はできないのかな？若子に会いにパチンコ屋に入るたびに、なんというか首の後ろがゾクゾクする。ああ、これはあれか。また特別報酬を出してくれる？別のジョブか？まあまあ、まんべんなくやっていこう。とりあえず寝よう。このベッドちっちゃくね、縦が。メッドテック、あ、こんなの見れちゃうんだ。これなんだこれ。お、ジャッキー、なんだ寝不足か。まあいい、さっさと起きろ。ターゲットの生体モニターに繋いだ時、何かにやられたみたいだ。神経ウイルスかもしれない。ビクターに見てもらう。このままじゃ頭と胃がおかしくなりそうだ。じゃあ俺が連れてってやるよ。お前の車でな。服を着たら下に来い。調子悪いんか。リパー毒レリック、その革新性とは。この辺もじっくり読んでみたいけどね。これは水飲んだ。新作ブレイクダン、あ、ブレイクじゃない、新作ブレインダンス。ブレインダンス、脳みそダンス。レジーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって俺の連絡先を。それに名前も。情報集めは得意な方なのよ。じゃあね、B。なんか銃声、銃声してない？レジーナ・ジョーン。仕事を探しているそうね。仕事をくれるのかい？押し売りはごめんよ。おーおーおー、ジャッキーは向こう、そんなところに座ってて大丈夫か？どうも。このポンコツが。24時間営業。いい世界観だな。今日はいい天気だ。いい天気か？空が見えないんだよな。相談させてくれ。アイテム部品、ああ、今の武器のクラフトアイテムだ。ヤガミマーケット、おお、1-2ラウンド試してみないか。どうだ、ここはガチムチエリア。すごいだろこいつ。次世代のボクシングってやつを体験できるぜ。お手試しには持ってこいだぞ。ほらやってみろって。待って、撃てんのかと思っちゃった。トレーニングボット、どこで手に入れたんだ。道端で拾ったんだよ。悲しげな目で俺を見るもんだから、うちに連れ帰って餌をやって服を着せてなんてな。こいつは軍用ロボットでよ、安かったし、チューマがアップグレードしてくれたんだ。立派なもんだろ。おえー、まあ、また今度で。せっかくだが今日はやめとく。そうか、いつでも来いよ。居住区にあるジムエリア、ここは。とりあえず添えられてるこの日本語よ。ああ、射撃場か。ここさっきから聞こえてる銃声はここのやつか。
何何？本当に？でガンガンメッセージ送ってきやがる。歌舞伎の王者。全然その辺のジョブやってもいいんだけど、わ、いろんなジョブが気になる。めっちゃ増えてる。喧嘩危険度極み。へえ。ちょっと王者やってみようかな。とりあえず下行けばいい。こんにちは、ローカルニュースの時間です。新玉祭りの開催が近づいてまいりました。イベントに際しナイトシティは美しい数階建ての橋のパレードで彩られることになります。祭りの当日は琵琶の名人による演奏や日本の伝統芸能である能も特設シアターにて披露される予定となっています。日本の伝統芸能。この新玉祭りの主催者は荒坂社ですが、なんと花子荒坂氏もこのパレードに参加することが公式発表と大きな盛り上がりを見せています。こっちか。で、昨日のことについて。おお。NCPD スキャナー、犯罪者との戦いに協力すると謝礼がもらえる。はあ、はあ、いろんな人に会うことで無限に仕事はもらえそうだ。この人ポリスメン？なんだ。立ち入り禁止だ。え、土手っ腹に風穴開けるぞ。なんだよ。何もしてないよ。何もしてないよ。なんでだよ。なんでだよ。おい、警察を呼んでくれ。ごめん、待って。ああ、こっち探してる。隠れる。なんで、ちょっと話しかけて、ちょっと話しかけただけじゃん。ふざけんな、ジャッキー。ちょっと待って。どこだここ。逃げる。おっ、逃げれたかな。うわ、お面か。それさすがにこんなところにポリス来ないだろう。で、ジョブが変わっちゃった、勝手に。待ってよ。これがやりたかったんだよ。あの、歌舞伎って、あの、日本の歌舞伎の話じゃなくて、歌舞伎っていう地区での試合。これ、車取れんのかな？引かれる？行かれない。あ、肉体能力値をクリアしている場合ってことは、今まだ踏んどれない。ならさ、出してやりゃいいんじゃねえの。あ、ちょ、なるほど、そうか。じゃあ、向こうから車来ない。あれ、これ一方通行？そうか、まだ奪い取れないか。っていうか、車の上に乗っかったら怒って運転手が出てくることを期待したのに。ちょっと遠いんだよな。バー。暴行。僕、暴行まみれじゃん、この街。未確認ジョブもマップに多数。わわわわ、濃密な。ちょっとじゃあ歩いてみようか。あ、空が見える。と
とりあえずポリスメンからは逃げられた。なんだこれ、天下無双。車奪いたかったな。ほっ、パルクールとか別にできるわけでもなさそうっていうか、建物が高層すぎて無理か。こういう人たちって突然拘束したってしゃあないしな。あ、なんだ。ちょっと君、リパードックへ連れてってくれないか。僕は金は払う。なに先に何があったのか教えろ。嘘だろ、血圧と体重もいやいいのか。サイバーサイコシスじゃないか確かめてるだけだ。これはただのインプラントの不具合だ。これでいいだろう、連れてってくれるのか。分かった。いいが。よかった。車、さっさと車に乗せて。早く車。そんなこと言われても。車今、こんにちは。その車くれ。あんたでいいや。ごめんなさい。乗れい。